こんにちは、 BPNYC のタダです。今日はグリッチエフェクターを探しているギタリストのためにホログラムのインフィニットジェッツの紹介です。レディオヘッドのエド・オブライアンにも絶賛を受け大ブレイクしたインフィニットジェッツ。今回のビデオではそのグリッチエフェクトの魅力を音と画像で分かりやすくお伝えします。インフィニットジェッツはテネシー州ナッシュビルのホログラムというメーカーが作っている新感覚エフェクターです。デザイナーのライアンはデビッド・レターマンショーにも出演したことのあるロックバンドロイヤル・バングスのフロントマンでもあります。グリッチエフェクトはレディオヘッドの Go to Sleep という曲のギターソロで使われているようなランダムにスライスされたサンプリングリピート効果が有名です。インフィニットジェッツの魅力は何といってもグリッチサウンドを簡単に作れることです。以前はたくさんのエフェクトや機材を工夫してやっていたことをこの1台で簡単に実現させてくれます。グリッチミュージックにチャレンジしてみたいギタリストにはぜひともペダルボードに足していただきたいエフェクターです。インフィニットジェッツは幻想的で美しいシンセ風エフェクトもできるので次回のビデオではそちらを紹介します。それでは Keep on Electrify。今日はグリッチ AB でいろんなことやってみたいと思います。ではまずはクリーン音、今日はアンプも使わずにもう本当にギターからエフェクター行ってそのままミキサーでディレクトで撮ってます。アンプにつなげるとまた音が変わると思うんですが、とりあえず一番何もしない形ではどういう風に聞こえるかというのを見てみましょう。リズミックによると面白いですね。リズミックじゃなくても素晴らしい音が出ます。まるでこうリバーブかかってるみたいですけども、全くこれ今何もかけていません。
B に行ってみよう。Nothing here? B でね。OK、On。Thank you.
glitch. It's a glitch. グリッチです。本当に。楽しいです。もうでも慣れるとやっぱ楽しいと思うよ。これ今日はディストーションとかかかってないけども、ディストーションかかった上にこれをさらにかけるとまたね際どい音も出ると思うし、まあいろいろ試してみてください。本当にいろんなエフェクターが集まって一個になったようなものなので、本当に21世紀のマルチペダル、スーパーペダルと言ってもよろしいでしょう。ということで今日は特にグリッチのA と B を使っていろいろ遊んでみましたが、次回はこうシンセサウンドのプリセットを使ってみて、シンセっぽいことをやってみようと思います。ということでまた次回も見てください。チャンネルをサブスクライブしてくださいね。あとね、デザイナーのライアンのインタビューも独占でしたのがあるので、それも忘れずに見てください。彼は本当に優秀なミュージシャンで、優秀なミュージシャンが作った優秀なエフェクターという感じですね。ということで、See you soon. Keep on electrifying. Peace.